僕フォルテ。おはようございますよ。フォルテです。これ失礼。ヨミちゃんのでした。はい、どうも、フォルテです。この度、ピアニストたちで手と手を取り合い、素晴らしいコンクールができました。僕たちと一緒に演奏会を開きましょう。そして、素晴らしい記念品もご用意させていただいておりますので、ぜひとも皆さん、ジュニアオンラインピアノコンクールのチェック、お願いいたし、マッチョ。まあ本日の企画は、左手だけで曲名を当てろ選手権、イエーイ。よいしょ。みんなね、メロディーだったら当てれると思うんですよ。しかし、左手を弾くと、当てることはできるのかという検証です。僕はね、思うんです。多分無理なの。というわけで、早速、問題に入っていきます。向き第1向き。答えれた方、はい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 、いませんね。フォルテの勝ち。これはサティのジムノペティという曲です。当てれた方何人いまっちょ。聞いたことある？向き。これはちょっとイージーかも。僕の予想ではね、まあこれは半分ぐらいさすがに当たるんじゃないですか。ショパンの木枯らし。答えてみてください。チク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 。答えはショパンの子犬のワルツ。第4抜き。
ベートーベン、エリーゼのために。では、ここからめちゃくちゃ難しい曲ばっかりやっていくよ。ここからは異次元ムキ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 ゴリマッチョ。ゴリマッチョできました？おそらくこれはね、難しいと思うんです。というわけで、次々行くよ。さらに難しい、異次元ムキムキ。ムキ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 。ゴリマッチョ。何人が答えましたか？おそらく結構難しい難題でございまっちょ。いきますよ。答え！バッハ。メネット。というわけで、結構難しい難題でしたでしょ？それでは、締めに入りたいと思います。締めは左手だけでどこまで上手なのか選手権やります。 10-4。 というわけで皆様、この問題何問正解しましたでしょうか？かなりね、難しい問題となっております。もっともっとコアな曲でもいいよっていう方、たくさんコメントください。するとかなりコアな曲たちをやっていきます。今回ご紹介した曲たちは今まで僕がね、結構弾いてきた曲が多かったので、まあ僕の視聴者さんなら当てれるかなと思いまっちょ。皆さん信じてるよ。当てれたよね。お恥ずかしいことなってないよね。ベリーブ！というわけで本日はこのぐらいにて動画を終了させていただきまっちょ。ここまで見てくれてありがとうございまっちょ。ぜひともチャンネル登録お願いします。ツイッター、インスタやっておりますのでぜひチェックしてみてください。そしてアパレル、そして CD、デビュー CD 等もありますのでぜひチェックお願いいたします。それでは、バイバイ！見てくれてありがとうね。よければグッドも押してって、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ソゾマッチョ、マッチョますますボーイ、マッチョ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 、マッチョが大好きで。